じゃあ行きますよ、いつもの行きますよ、行きましょう、せーの、わー、それでは佐藤男性始めてください。というわけで、順番にまあやっていきますので、上位2人です、上位2人です。基本的に4人ブロックは、2回負ける前に2回勝てば大丈夫です。2回負けるまでに2回勝てば大丈夫です。2回勝つ前に2回負けてしまうと敗退です。1回負けても敗退にはなりませんので、よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、相変わらずの僕の苦渋で、まあ割とあれな、あれな、あれで、あれになってますが、あれな、あれで、あれになってるのが、割とね、うん、そう、それ。だいたいあかん。仕方ない、メンツが濃いんや、つらい。まあ皆さん、ぜひ自分の力で勝ち上がって決勝トーナメント16人枠という形になっております。ちなみに、この後ですね、追加でエントリーしたいなという方、第7、第8ブロックのどっちかに入れますので、まあこの後来てもまだまだ追加エントリー可能でございますので、よろしくお願いいたします。まあ予選の方はね、がっつりがっつり回して、まあ決勝トーナメントからまあゆっくりやっていきたいなという感じになっております。まあちょっと録画がね、影響体のみという感じになっておりますので、はい。よろしくお願いします。さて B 兄弟 2P 側 1111 さんの勝利。それでは、内藤さんとアルツトさん、内藤さんとアルツトさん、ちょうどあちら側にいらっしゃいますので、 1P と 2P を決めて B 兄弟でお願いします。さあ、ワンピー側というわけで、はい、ピーチクさんの勝利。さあ、強敵を倒して、さあ、そこで完全、あの、燃焼しきって2敗してしまうと、とても悲しみを背負うので。さあ、もちろん1試合、2勝、とりあえずは、気を抜かずに、目指すしかないですね。
さて B 兄弟勝ったのは 2P 側というわけで内藤さんの勝利。それでは内藤さんと1113で試合をしますので 1P2P を決めてください。さあ、影響隊は最終ラウンドカセットドキャラ。さあ、そして B 兄弟の方はまずは第3ブロック1位決定戦、勝つと通過は確定、負けてもあと1勝という感じバッチな、まあ、とりあえずここで勝っておきたい1試合です。おっと、だからさあ、まだわからないが、最後は上から勝ったのは 2P 側、悪魔超人、ザンサム超人、ギルダンマンさん。さあ、遠距離の方も1位決定戦です。この試合に勝てば抜けが確定。さあ、そして B 兄弟の1位決定戦リードしていくのは 1P 側、内藤さん。さあ、影響タイム、まずは 1P 側のピーチクさんが第1ラウンド。さあ、 B 兄弟通り返して、カセット同キャラ、これでわからない。影響隊体力リード、スーピーがダンサム超人ギルダマンさん。さあ、 B 兄弟決まってますね。勝ったのはスーピーが1113さんがまずは決勝トーナメント。それでは B 兄弟、アルツトさんとニノさんで試合をしたいと思います。さあ、 1P 側のピーチクさんの勝利。じゃあ、 A 兄弟、大さじさんと、今からやる、あ、ごめんなさい、A 兄弟、B 兄弟の試合、ここで負けると終わりです。ここで負けると終わりです。 A 兄弟、B 兄弟負けると終わりです。さあ、影響隊、まずは大崎さんが体力リード。
さあ大将トドルがきっちり決めていく。さあトドル2人抜いて、さあ大将ゴブリン、さあ体力残り1割、さあ神足アーズスキーガードから勝ったな。スーピー側大さじさん、大さじさんとザンサム超人ギルダンマンさんでやります。再戦ですが、ちょうど逆側にいらっしゃいますので 1P、2P を決めてください。さあこれリベンジマッチすれば通過は確定です。さあというわけでですね、A 筐体は次は第1ブロック、そして B 筐体は次第4ブロックを進めてまいりますのでよろしくお願いします。 A 筐体は次第1ブロック、そして B 筐体は第4ブロックを進めていきます。さあごめんなさい、 B 筐体勝ったのはどちらですか？ B 筐体、アズストさんと内藤さん勝ったのどちらですか？アズストさんと内藤さん、内藤さん、ありがとうございます。さあ B 筐体の方第4ブロックやっていきたいと思います。最初ベインさんとサケさん、エアガイスを教えてくれてありがとうさん、エアガイツからお越しのエアガイツを教えてくれてありがとうさん、はいはい、ワンピー、ツーピー、ワンピーアップです。さあそして勝ったのは大さじさんですね。あ、 B 筐体でお願いします。 B 筐体で真ん中の B 筐体、バトル1ファイト。そうというわけで、決勝トーナメントの方ですが、各ブロック、まあ、最初1位と2位が当たるような感じになってるんですが、まあ、
例えば1ブロックの1位が決勝戦上がる前に1ブロックの2位と当たるのもあれなので、まあ逆側にという形で勝手に抽選しております。勝手に僕が抽選しておりますのでよろしくお願いします。B 拠点の方でラマボフさんとロンさんの試合をやりたいと思います。はーい、ありがとうございます。ではワンピース P 座ってどうぞスタートボタンを押して始めてください。今日と今まだ同キャラ対象対決さあ勝ったのはアンディがマイパンさんですね。さあ B 兄弟は勝つと1位通過です。 B 兄弟勝つと1位通過、ベイン3対ロンさん。さあ画面足押し込んでいく。ワンピー側エアガイツの壁かっこカニ。さあ体力一気に持っていく。まずはエアガイツの神かっこカニ。投げ落として。さあこのプレイングである。さあライン上げて、さあしかし押し返して、さあ体力1割弱、しかし押し込んでいく。うまくさばいて取り返して、さあ体力1割弱まで持っている。この中堅対決体育体力ドット残る。ラインを上げる。さあ細かくダメージを刻んで、さあしかし最後は上から。さあなんとか勝利っていきたい。ラインを上げて一気に持っていく。さあこれでまだ分からない。カードが間に合って、
ターマつけてライン上げる。亀足一気に無体力持ってく。ドット、さあ勝ったな 2P 側というわけでフランカーさんの勝利。トさんとラマボズさんで試合をします。バトル1ファイト。さあ A 筐体をこれが第1ブロック1位決定戦。さあそして B 筐体の方は第4ブロックに入ってきて、ここで B 筐体の方は負けると終わり。さて勝ったのは 1P がということで前パンさんの勝利。前パンさんが1位通過。さあまずアイアガイツの神カッコカリさんが取っていく。さあ勝ったのは 2P 側ラマボズさんの勝利。それでは再戦ですがラマボズさんとロンさんでやります。さあそして B 筐体次は第6ブロックをやっていきます。 B 筐体次第6ブロックをやっていきます。はい、 A ブロックが一番手前側だけロックしてます。じゃあちょっと、スナッパーさんがの手が離せないそうなの。第7ブロックを B 筐体やります。第7ブロック。さあ本日3人ブロックは、勝ったか負けたかだけです。勝ったか負けたかだけです。1勝1敗になったらもう1周やります。1勝1敗になったらもう1周やります。なのでループするととても時間がかかる可能性がありますのでよろしくお願いします。とりあえず2勝してください。頼むから2勝してください。
さあまだわからないよ、ちょっと。さあギリギリのところ勝ったのはマサさん。それではマサさんとフランカーさんでした。さあ勝ったのは 2P がロンさんというわけで、ロンさんが2位通過。さあ B 巨体最初ですね、杉庵さんと鴨川さんで試合をします。はいはい、杉庵さんと鴨川さん、え、横にいらっしゃいます鴨川さん。はいはい、では 1P、2P を決めてください。あっち 1P、 こっち 2P です。さあ影響体も第1ブロック2位決定戦となっております。さあ影響体は次第5ブロックをやっていきます。影響体は次第5ブロックをやっていきますので、よろしくお願いします。さあ一気に体力持っていく。さあしかしスーピーがランカーさんのダメだがきっちり落としていく。上からさあ、イベットが対空しているのか、カセットがゴリゴリと前に行くが、体力、駒が消されている。さあ、勝ったのは 1P 側、マサさんというわけで、マサさんが2位通過。バトル1、ファイト。さあ影響体第5ブロックとなっております。さあ本日はアカンブロックな気がする。第5ブロック、アカンブロックな気がするブロックはいっぱいあるんですが、勝てば正義。さあ勝ったのは 1P 側鴨川さんというわけで、じゃあ鴨川さんと五木さんでやります。鴨川さんと五木さんでやります。あとはミスらず、あ、落ちる。
さあまだワンチャン掴んでいきたいけど、残らない。さあ体力取った、残して、さあしかしドラゴンが出てきて、最後は上から、さあゾーン、上からガード、さあラインを上げる、垂直ジャンプから差し返していこうとするがガードは硬い。さあラインを上げる、ドルガンに返せ、ゾンがラインを下げながらダメージを奪っていきたいというところ、裏から投げる、さあラウンドカウントも少なくなってくるこの状況、さあ間に合うか、間に合わない、勝ったのは 2P 側、シルさんの勝利。さあ A 巨体第5ブロック1回戦2試合目、さあ B 巨体勝ったのは 1P 側というわけで、鴨川さんがまずは1位通過。それでは、いつきさんとすぎやんさんで試合をします。いつきさんとすぎやんさんで試合をします。あ、ちょうど逆側ですね、すいません、通してあげてください。 1P、2P を決めてください。勝てば決勝トーナメントです。負けると予選敗退です。勝てば決勝トーナメント、負けると敗退です。さあ後半ブロックとなっておりますので、こっから決勝トーナメントの組み合わせがちょいちょい決まっていくような形になります。さあ勝ったのは 1P 側というわけで、カンパチさんの勝利。さあまだ決勝トーナメント約半分埋まっておりません。さあまだまだ分かりません。本日の顔ぶれ大会シングルトーナメント、さあ体力ドットラ通過しただけ、背景かな。さあ最後はズスキー、
押し込んでいく。さあここで頭突きからだったが、ここは無理はしないというか無理はできない。さあここで体力追いついてからの画面足プレッシャー、ハホー残って一緒に着動し、まだ時間十分にある。どっちが殺しに行くかといったところ、体力どっとこのプレッシャー。さあ先方通るに立てち、さあここはドルガン、大将ドルガンきっちり仕留めていきたい。さあここはきっちり、さあ B 巨体勝ったのは 2B 側というわけで、杉山さんが勝利、杉山さんが2通過。さあ B 巨体最初ここやります、ヨーブンさんとスナッパーさんでやります。はい、それでは 1P2P を決めてください。予選もあと5試合ほどとなっております。 A 兄弟 B 兄弟ともにまあ計10戦ですね。まあ2大進行なのであと5試合ほどという感じになっております。さあ影響隊攻撃機仕留めて中堅対決。持ってく。さあ勝ったのは 2P 側、そして B 巨体 1P 側、お待たせしております。最後の第8ブロックを次 A 巨体でやります。さあ予選最後のブロック、もうすぐ A 巨体第8ブロックやっていきますのでよろしくお願いいたします。
battle two. Fight! さあ、しずさんが一気に見立てからのナイスショー、ラインを上げる。さて B 兄弟勝ったのは 1P 側というわけで枯葉さんの勝利。それでは枯葉さんと養分さんで試合をしたいと思います。さあ 1P 側のシルさんの勝利。さあ、というわけで予選もともに枚数ブロックとなっております。さあ残る決勝トーナメントの枠は4つ。さあまず B 兄弟のこの試合で勝った人が1つの枠を手に入れる形になります。さあそして A 兄弟をまずは2連勝が求められる。さあワンピーが勝負さんが取っていく。さあ影響体はラインを上げる。刻んでいくガードが硬い。刻んで声が当たる。最後追いついて残り時間が少ない。一発差し込んだといったところ、あっと、さあギリギリ。さあ上から枯葉さん、アオリが体力ドット状況、勝ったのは 2P 側というわけでゲドさんで勝利。それでは それは B 兄弟スナッパーさんとバズネコアリスさんでやりたいと思います。
あ、ちょうど逆側にいらっしゃいます。はい、キャッシュしてください。あ、ではワンピースピヨン。はいはい、体力ドット状況。超個人差が持っていく。さあ、キチ一確認からちょっと上から流すかったところに裏からキチ差し込んで中堅対象掴み足。画面足差し返して、さあ決まる。勝ったのは 1P 側東古人さんの勝利。さあ東古人さんと陸戦。さて勝ったのは 2P 側というわけでスナッパーさんの勝利。それではスナッパーさんと養分さん再戦ですが、ちょうど逆側に、あ、そうこちらに、はい、バトル2ファイト。さあ、ちなみに筐体は陸戦さん上がっともう一周やります。陸戦さん上がっともう一周やります。東古人さん上がっとそのまま順位が決まりますが、陸戦さん上がっとループします。さあ、ごめんなさい。一気に体力削っていく。追いついていく。さあ、削って。ノーコラス。勝ったのは 1P 側、東古人さんというわけで、第8ブロック。1位通過が東古人さん、2位通過がゲドさん。まず 1P 側の、まず初戦は、ラムダ対ブリクラですね。この2チームで、この2キャラであのチームを選ぶと、アーケードモードで特殊なエンジンが見れるという、ラムダとブリトラが顔を突き合わせてあの向かい合うという素敵なあのエンジンが見れますので、興味のある方はプレイしてクリアしてみてください。タップレインドですね。素敵なあの睨み合いからのはい、それはともかくとして試合展開ですね。おっと、ラムダのデスデスエンドヘルパー、ただし距離が足りない。
でマナポーションでゲージを回復して昇竜で迎撃、ドルガン発射、ドルガンは飛び道具ですね、次元を這う飛び道具ドルガンです。まあ先ほどのヘルパー実は侮れないという性能を持ってまして、途中で中段に変化します。それを利用して中段と下段の同時攻撃ができるという利点がありますね。投げて下段から、はい、ブリチョラが壁蹴りから突進、浮かして反復横跳び、反復横跳びスタートと思ったが落としてしまいましたね。そしてドルガン、またドルガン、この対戦中に3回ぐらいもうドルガン見ましたね。あとこの対戦中にあと何ドルガン見れるか楽しみですね。はい、ドルガンゲージ溜まりました。はい、ブリトラが2人抜きして、大将のカーセットがやってきました。大将のカーセットは専用アイテムのハンマーを持ってますので攻撃力が 1.44 倍になっております。カウンターで、C 攻撃が決まれば軽く3割4割は吹き飛ばす威力になっています。さて、ラムダ対カースですね。基本的には、ラムダカースが、バーサクを使って相手の体力とかの有利をねじ伏せて投げに持っていくというのが、よくある展開になります。はい、ドルガン発射、中段、はい、ドルガンゲージがまた溜まったので召喚、はい、もうドルガンゲージありませんよ。A で刻んで、 A で刻んだところにラムダの飛び攻撃が刺さる。そして2回転、相殺してから2回転ですね。これはうまい。しかしドルガンゲージが溜まったので発射、ただし追い返されましたね。そして出てくる大将のドルガン、英雄が直々に出陣しましたね。 A で刻んで、おっとジャンビー、 B 攻撃で刻んでいく。さすが、ドルガン使いの音があって、立ち回りがすごい上手いですね。ジャンディから近づいて、おっと C 攻撃が刺さった、カウンターで刺さったから、体力が一気に削って、おっとマナー発射、ナメップですかこれは。あー、弓使ってるくせに撃っちゃった、なるほど。はい、ワンゲージたまったか、おー2回転刺さった、 KO です。勝者ピーチクさんおめでとうございます。はい、では、杉庵さんです。はい、まず、先方戦はハンマーカース対、サンダラですね。サンドラに、弓を持たせて、イベッタの立ち回り強化、イベッタの攻撃力強化と立ち回り強化ですね。で、対するマイパンさんの方はハンマーを持たせて全体的に物理攻撃力のアップです。さて、まずは展開はやはり、盾を持っていないためかサンドラの体力が一気に削られていく。2回転が刺さってまずは先方戦取ったのはマイパンさん。はい、次中堅ですね。中堅イベッタです。イベッタは専用アイテムを持ってますので、通常の必殺技、アローショットが2ヒットになります。この、2ヒットになる性能をうまく利用して、相手の立ち回りを、相手の動きをよく制限していくというのがうまいイベッタの使い方になります。あとはイベッタ対、カーズだと、高性能な 6B とかよく機能しますが、ここは、イベッタの防御力が低いのでカースが攻撃力で押し切ったといった感じですね。おっといきなりゴリーから2回転、汚い 2D で倒して 2D で追いつ、はい、コンタミネーションが刺さって弓で牽制、おっと逃げたところにゴリーから、投げが失敗しましたけど、フォローの 2A が刺さって KO です。マイパンさんおめでとうございます。はい、まず 1P 側は、ナーガル、2P 側はブリトラですね。このゲームの2強対決です。
なんでこの2キャラが2強なのかというと、大体、全キャラ中最速の4フレ通常攻撃技を持っている、西井から、ボルトチョッパー、ガーナボルトナギという必殺技をつないで 1.5 ゲージでガード不能の攻撃ができるというそのキャラに近いナーガル、そして、タリスマンなど、補助アイテムなどを使ったりすることで、現在では反復横跳び A 級ができるブリトラ、この2キャラが、このゲームにおいて、最強キャラの2格とされております。まあ、ナーガルの場合はひどい技の中に2回転というとてつもなく飛行機回りない技もあるんですけど、まあそんなことを言っているうちにワンピー側のナーガルが勝ちました。111さんがまず先方抜きです。2ピー側出てきたのは中堅ラムダ、ラムダも、主人公キャラらしく、飛び道具がない分、非常に優秀な通常技が揃っております。投げてジャンディーなんか 5D から投げ、これはうまく相手を運びましたね。そして中堅に出てきたのはハンマーカース、ハンマーカースは攻撃力が 1.44 倍ですので非常に、一発一発が刺さった時の破壊力がでかいです。見てください、この、A 攻撃というのに体力が1割削れるというおかしさ。 2B2B で刺してジャンジー 5C、マナカウンターで吹き飛ばしてボディから2回転、これで中堅のラムダが倒されて大将の、カースヘッド、こちらもアースヘッドですね、アースハンマーを持った、カースヘッドで通称アースヘッドと呼ばれています。おっとボディから1回転で 5B、5B で追撃ですね。おっと 5C が刺さって、しかしこのカース対ハンマーカース対ハンマーカースは本当に体力が一瞬で溶けていきますね。はい、6B が刺さって、大将の、ゾンが出てきましたが、ゾンの体力が少ないので、この体力差でも、ワンチャン持っていかれます。さあどうなるか、コンタミネーションをぶつけたいところがコンタミ当たった。はい、勝者111さんのゾンです、おめでとうございます。はい、次の試合、あ、ごめんなさい、すいません、スナッパーさんてっきり TRF でプレイされてるプレイヤーかと思ってました。バトル1ファイすみません、すみません、実況を忘れておりました。そうですね、ゴディーから投げて、ボルトで、ラムダの KO をしました。次、中堅の、カースヘッドですね、ボルトの、これ何でしたっけ、打撃投げですね、打撃投げで突進して、まずは投げを取ります、ダメージ取りました。 2D2D でダウンを1から2回転、これが汚い。おっとバーサク発動から、おっと打撃投げで相手を吹き飛ばす、これはうまいですね、バーサク対策としては優秀です。はい、大将のエリオンですね、大将のエリオンですがゲージがないのでこれは厳しいかもしれません。おっと 2D5D5D と、つなげてベインさんの、中堅キャラベルーハルトがやってきました。このキャラは、ベルハルト吸血鬼のキャラでワープとこの、飛び道具、そしてこの、バリアを、うまく工夫して戦うキャラになっています。ワープしておっとボディが刺さった、なんだあの当たり方。おっとワープでうまく逃げてますね。おっとワープしたところに飛び道具が当たりそうになってました今。ボディから吹き飛ばされて、このベルハルトというキャラですが、特定状況下において10割コンが発生します。ベインさんの10割コンが期待したいところですが、マナカウンターから 2D でダウンを1、5C からワープで逃げる、これはうまい立ち回りですね。バリアを張って突進、
投げを狙うところでしょうか。おっと突進してそのまま突撃しましたね、ベインさんの勝利になります。おめでとうございます。はい、次の試合、カンパクさんプリン液を狙うという、プレイングになるのではないかと推測します。バトル1、まずはトロル対オーク。このキャラの対戦的に言うと、オークの方が基本的にジャンビーとかで、ジャンビーとか有利なあのリーチを持っているジャンプ攻撃で、相手のトロルのリーチ外から押し込んでいくというのが、よくある戦い方になります。対するトロルは、こう優秀な先ほど、光ったように、アーマー性能を持つ、加熱時間によってアーマー性能を持つことになる攻撃、そして、コマンド投げを持っていますので、その技を使って、相手を端に押し込めていくというのが戦い方になる。タリスマンからジャンシー 2B キーハード、おっと繋がらなかった。これはおそらく、そうですね、コンボの投げがちょっと失敗したといったところでしょうか。はい、中堅のナーガルがやってきました。タリスマン張ってジャンディー、ジャンシーボルトを巻いていく。オークは、ナーガンのボルト、この波動拳の飛び道具ですねを通常ジャンプで飛び越せません。ですので、相手の攻撃を常に、波動でくぐり抜けるか A 攻撃で割るか、もしくはハイジャンプで飛び越すかの3択を迫られます。次、ナーガル対、フィーナですね。おそらく、今回の決勝リーグでは初登場です。女性のエルフ魔法使いですね。性能的には、この熱化版カオスブレーカーで性能が大幅強化されたキャラになります。タリスマン発動してゴディ西昇竜、タリスマンでゲージ貯めて西昇竜 2B でダッシュソースダッシュ狩りをして、はい、タリスマン、はい、ジャンシー攻撃から出なかった、昇竜が出なかった。はい、波動投げて波動で相手の体力形成して、相手の体力がこれはもう時間がない。はい、そして大将のゴブリンですね。ゴブリン対ナーガル、正直言ってナーガル一番有利です。まあいくつか理由はあるんですが、おっとボルト投げ、おっと2回転を防がれて2C で、あー飛び立っちゃった。そしてゴブリン対、ヘルファイアラムダですね。これも、ゴブリンがきつい。なぜきついかというと、このゴブリン、このゲーム中最低の、通常防御力だったはずです。はい、マナカウンターからどうするの、おっと、おー、いった、これがゴブリン永久です。さあ、ワンゲージ溜まったのでタリスマンが打てる。はいはい、あと27秒この光景が続くと思います。これがゴブリン永久です。はい、69ヒットを超えました。しかし減らないこの体力。はい、5、4、3、2、1、おめでとうございます。おめでとう。おそらく毎回あの人が増えている台車応援隊、なんでこんなに人が増えているんでしょう。はい、まずは先鋒戦、ヘルファイアラムダ対、メイスオークですね。お互い専用装備です。あの通常攻撃力が 1.3 倍以上になっています。おっと C アッパー兵から、おっと 2P 側のオークは、1P 側の距離を取って、オークの部下がやってこないバグというのを、防ぐ体制に入ってますね。業者を呼び出して接近して、ここからどうするの、ジャンシージャンビー、ジャンビー 6B ですね。はい、オーク対オーク、ゲージあるよともう早速煽られてますね。おっと
B 指兵が刺さったところに昇竜で追撃しましたね。おっと野々村さん、弓兵、そして、弓兵を巻いて、はい、槍兵が当たった、はい、ジャンシーが刺さった、これは枯葉さんがうまくかぶせた。はい、中堅のラムダが出てきましたね。オーク対ラムダはまあ両カードですね。お互い、噛み合う部分がよくある。そしておっとこれで、オークに3ゲージが溜まりましたね。さあここからどうするか、後のことを考えるとエリオンにゲージは残したい。マナカウンターガーフ、そして指兵バックダッシュに刺さりましたね今。はい、マナカウンター、はい、大事なゴーと思ったらおっとゴディが刺さった。いやー周り後ろの台車を追いたい大喜びだったんですけどね。はい、エリオン対、ラムダですが、基本的には、空中戦にいたの、空中戦で話をするのであれば、ラムダが含有ですね。おっとゲイザーに対してマナカウンターで返す。そしてまたゲイザー投げて2D5D5D、はい、ただ体力がもうない。あーとこれはバーサスから押し切られるパターンですね。マナカウンター、ただゲージがない。ゲージを必死に稼ぐ。あージャンシー刺さった。マナカウンターガーフ、あったこれは業者で KO ですね。はい、次の試合行きましょう。鴨川さんと、ロンさん。はい、ブリトラ対カースヘッドですね。大将カースヘッドという珍しい構成の方の2人目ですね。はい、ジャン A から1回転、5D から、はい、ブリトラが、A 攻撃で刻んでいきますね。ブリトラの A 攻撃は非常に優秀です。これに対しては、ロンさんの方は 5A の攻撃に対してマナカウンターとかを合わせて、ターンを取っていきたいといったところでしょうか。ただ、カーセットの攻撃力が高いですので、今体力的に有利を取っているのはカーセット側になります。いやブリトラの攻撃力は本当に優秀ですね。はい、ジャンシーから、ブランディッシュ3弾が刺さって、まずは先方戦、ロンさんが取りました。 2P がトロルですね。おっと頭突きが当たった。頭突き、はい、はい、ブランディッシュ2段、つかみは失敗したが、おっと頭突きにブランディッシュ3段、はい、頭突き、はい、もう1回頭突きを当てたら KO できるぐらいの体力になってますね。はい、おっとブランディッシュ初段1段だけで、あーアーマー頭突きで倒しましたけど体力を一気にえぐられてしまった。そして中堅ナーガルです。おっと殴り殺す、ただしガードがされる。はい、ボルト巻いて、ボルト巻いて、ボルト巻いて、はい、ナーガルというキャラ、このボルトをジャンプで飛び越せばいいと思っている方が多いかもしれませんが、このキャラ、ボルトに波動プラスという、ボルトプラスという技がありまして、波動した後対空昇竜ができる技があります。ですので、飛び越える時も細心の注意を払う必要があります。はい、大将で出てきたのは、ヘルファイアラムダですね。通常攻撃に削りがついて非常に優秀なキャラになっています。おっと 2D ダウンロイチ、 2D 波動、おっと C 攻撃が刺さって、ジャン C も刺さる、C 攻撃2発でこのヘリですね、すごいです。そして D、 2D ダウンロイチ、 2D 5D、 2D ボルトプラスから昇竜。ボルトプラスじゃなくてラッシュプラスでしたね。そしてボルト投げで KO、勝者はロンさんになります。おめでとうございます。はい、次の試合ですが、東古人さんと、自分です。あ、すみません。の1回戦最終試合、先方はバーバリアンチームのサンダラ VS ハイエルフのエリオン。さあ中月におなじみのエリオンですが、リーチは十分にエリオンが長いが、東郷人サンドラの扱いが名人級、絶え間ないこの
A ボタン、しゃがみ A 攻撃に全てスパコンが執行であります。ゲージが溜まればあのしゃがみ A が大ダメージ、走りついた面飛んでいく。ここでガードに A 反撃の後を狙っていたか。さあエリオンが離れて離れて前を近づいていくが、サンドラの猛攻を続く。ここに流れ召喚するが、流れヘルパーかわしてガードキャンセル、そして2択はしない、2択しない新しい構え。今投げが使った形ですね。このゲーム投げがとにかく使いやすい。1ドットでも離れていると投げれないゲームです。さあ残りライフもこれはタイムアップ。このゲームはタイムアップするとそのまま地方に移ってしまいますので体力全部なくなってしまう。タイムアップが最も攻撃力高い。これで技の魂いくらエルフの弓使いのイベッタがサンダーの大破壊コンボダメージ、さらに大破壊コンボダメージ、さらに追い打ち、そして中断。前方サンドラが2人抜き。しかし最後に出てくるマーラ、魔法に弱いぞ。マーラは魔法がダメージ高いのでバーバリアンは頭が弱いから魔法がダメージが入りやすい。ここで削りがレバーを離したが地方に出てくるはナガル、波動拳がすごい大きい。波動拳の大きさがすごい特徴的なキャラクターです。あのエロ漫画に出てこない方のエルフだと思っていただければいいですね。さあここで3発目のアーミーバナスが全部ガードされて、しかし削りは十分にでかい。投げヒットして、これナーガルが前出し前出しで爪をするが何を企んでいる。ここで飛び道具を出そうとしたところにこれ負けがガードされる。削りダメージ、そして残りが18秒、十分時間ある。さあこのゲージ何とかあと反撃ためて弓で削って3ラウンド前に持っていきたい。ここで飛び道具ヒットして着地にナーギーで勝ったら東北人2回戦進出、おめでとうございます。バトル1ファイト。おっとジャンシーから、トロルがもう体力半分になっちゃってますね。アーマー続きで突進、続きおっと続きで突進、掴もうとしたところに、ジャンシーから1回転。バトル2はい、中堅のラムダですね。5A から昇竜、昇竜 5A、 ジャンシー、ジャンシー、はい、5D で突進、はい、5C が刺さった。おっとループスライサーに対して反撃の2回転。この2回転、2フレの必殺は超必殺技ですので刺さる相手には本当に刺さります。そして 5C で飛んだところを、迎撃しましたね。はい、大将のカース、アース対アース。おっと開幕 6C が刺さった。1回転、おっと 5B の追撃に失敗した。で 2A でこすって KO。 はい、中堅の、ラムダが出てきましたね。はい、カース対ラムダですが、こちら、基本的に物理攻撃の押し付け合いですね。おっと 6C が刺さってバーサクからおデスエステンド、珍しい技を見ましたね。はい、今のはシーセパレーですね。めったに出さない技なんですけど、おっとカタパルトジジーシャスですね。マーラによるカタパルト発射から、バーサクから1回転、 お互い投げを狙おうとしたが、おっとソードラッシュが漏れた。はい、マーラ射出から1に近づいて、おっと 2B で KO。 はい、マイパンさんに勝利になります、おめでとうございます。はい、次の試合いきまーす。の方が人数比率が高いといった感じになるんでしょうか。はい、まず初戦ナーガル対ナーガルですね。はい、ボルト巻いてボルト巻いて、はい、お互いボルトの巻き合いですね。はい、いつあのどちらかがラッシュプラスから ボルトプラスから
ラッシュプラスにつなげるか、もうナーガルの必殺技は紛らわしい名前が多くて困る。ちなみにナーガルのボルトの突進する技って何でしたっけ、あれ名前ボルトなんとかだった覚えはあるんですけど全然覚えてないんですよ。あ、ボルトスローン。はい、そんなこと言ってる間に、ベインさんが、111さんの流れにやられて、おっと、西チョッパー、クラックルですね。ガーフナギが発見される前に、よく多用されていた、ナーガルの消費コンです。おっと、ベルンがワープを使いながら体力をもうこれ以上減らしたくないとばかりに逃げ回っている。おっと、もやっとボールが避けられた。おっと、5A 昇竜。このナーガルというキャラ、唯一この5A の攻撃で4フレーム発生という非常にひどい性能を持っています。大将戦の、大将のエリオンですが、基本的にエリオンもナーガルに有利はあんまり取れません。理由を言うとエリオンの高ダメージ源になる、ゲイザーとかを2回転で返されちゃうっていうのが一番ひどい原因なんですけど、ナーガルの2回転を吸ってから、エリオンの昇竜キックを決めてからゲイザーとかっていう面倒くさい手を組まないといけないというのがありますね。ちょっとゲイザーを打つが相手アーマーついてたんでそのまま投げれたんじゃないでしょうか。1回転、ブランディッシュで追撃しましたね。ボディからゲイザー、ただゲージを使いすぎてますので、ワンピーガーのゲージ2ゲージのゾーンにどう対抗するか。はい、おっとファントムソウルを巻いて逃げて逃げて、おっとコンタミネーションが刺さったが一発しか当たらない。対するベインさん側は、アイスエリオンですので、なんとか、5D か 2D を当ててからゲイザーにつなげたい。おっとワープしてからのびっくりハンマーゲダン。はい、113の勝利になります。おめでとうございます。で、2P 側の後ろ側に謎の空間がいっぱいあるんでしょうね。そのせいで 2P 側のオークがボイコットしちゃうという。はい、オーク対オークです。ワンピー側のナイトオークの方が、メイズオークを持って、攻撃力強化、対する大サジオークの方はタリスマンを持っておりますので、先ほど見せていただいたようなゴブリン影響を狙うようなプレイングが中心になります。タリスマンの性能自身はこのようにバリアを張って一定時間通常攻撃に対して、相殺判定を持つ盾になってくれます。そして、1ゲージ高すぎる必殺技があれです。5ヒットして相手を拘束するという必殺技になってます。はい、業者打ってここからどうするの。投げを狙おうとしたところを A で拒否されたんでしょうかね。はい、アッパー兵、ただ人望がなくなったので、あんまり部下が読めません。人望の差は 1P か 2P かです。はい、まずは、この立ち回りをうまくタリスマンを駆使して、2P 側の大沢さんが先鋒を取りました。中堅戦ですね、ラムダです。さあ、オークは早速 1P 側を取って部下を自由に召喚できる立場を取りましたね。はい、アッパー兵からタリスマン発射して 2B 波動、 IB を発射して持って 2B 波動と、はい、IB やって、はい、2B 波動、昇竜か音、A 攻撃は投げる、昇竜締めではなかったですね。非常に贅沢なコンボですが、この効果は圧倒的ですね。ラムダン体力が一気に削れました。そして中堅ゴブリンです。バリアを張って突進、マナカウンターして 2D で追撃、ジャンキーオット。ラムダの体力はもう危ないので、あんまりダメージを食らいたくない。ジャンシーが刺さった。ただこの体力だと最悪ゴブリンタリスマン打つだけで勝っちゃう。おお、マナカウンターに
回転切りでカウンターを決めましたね。そして大将カーキマナカウンター、おお、これはうまいですね。タリスマンを目くらましにしての、ああ1回転、おっとあれ刺さるんですね。2位からタリスマン、はい、永久入った。ただこれ時間的に間に合いますかね。あまああとは嫌がらせをしてゲージを稼ぐっていったところでしょうかね。マナカウンター投げて、お、回転切りからタリスマンか。ただ体力半分なので下手したらフィーナの調子一発で消し飛んでしまう。さあどうなるか。おっと A で刻んで、この、大サイト、おー、うまい。マナカンガリー、フィーナとカースでもできたんですね。バーサクが発動して、ここから、おっと、空中リバイン。インタリスマンから、おっと、昇竜、リバインジャッジ。KO をしました、大サイトさん、おめでとうございます。これは大サイトさん、すごい、うまいパレートがいいと思います。はい、まず先鋒戦。いつもの縦サンドラ対、ハンマーカースですね、お互いの長所をお互いの、欠点が、お互いの長所を潰し合っているような形になっちゃってますね。カースは高攻撃力を縦サンドラの縦の防御力によって防がれる。サンドラはその非常に高い防御力を、カースの攻撃力によって、制限されているという状況になっています。ジャンシー刺さって、おっと体力が大体同じぐらいですね。西刺さった昇竜、あの位置から当たるんですね昇竜。あ、ジャンシー、おっとゴディが当たった。まず先鋒戦東湖神さんが取ってガッツポーズ。次中堅ナーガルが出てきました。おっジャンシー刺さって、おっとボルト、はい、ナーガル対ナーガルですね。チョッパー、はい、ボルトの巻き合いですね。ボルトの巻き合いから、今、有利を取っているのは 2P ガンロンさんのナーガルですね。 2D、 おっと危ない、チョッパー波動、2B からはボルト、 2B ボルト昇竜が刺さって、2回転でスローとしたが失敗してクラックルが刺さる。そして大将の、ラムラが出てきましたね。マナカウンター、ジャンディから投げようとしたが失敗した。 2B 波動、はい、おっと昇竜出そうとしたところを 2A で潰された。そしてラムダ対ラムダ、防御力向上のラムダ対、攻撃力向上のラムダですね。ジャンシー刺さって投げて、おっと何か出そうとして失敗したんですかね今のは。 2A が刺さってジャンディ波動、はい、ジャンディ、あ、 5D でしたね、ごめんなさい、2C波動、マナカウンターちょっと遠くたので、壁反射が起きませんでしたね。バーバリアンラッシュデスピアースで 2D で強い打ちして、あとはゲージがあれば削って終わりだったんですが、 2D を打ちで KO、 トコジンさんの勝利です。おめでとうございます。結構冷やし、あれ何か間違えました。バトル1、まずは先鋒戦。おっと今回はハンマーカースが先鋒ではないですね。先鋒ラムダです。おっとボルトを巻いて、まず先鋒戦有利を取っているのは1-1ナーガル。マナカウンターで吹き飛ばして2シーボルト、はい、ジャン A、 はい、ボルト巻いて
はい、ジャンディ 5D、 ジャンディ 2D、 A セパレート。おっと、マーラシャシから一気に体力取ったジャンディ、はい、ボルト巻いて 2A で潰して 5A で KO。 はい、次、中堅ハンマーカースです。西、おっと、 5A、 ジャンディで接近して、おっと、あ、持ちつきが当たって、はい、中堅のカース対カース、おっと、 C 攻撃が刺さった。これは、おっと、 C 攻撃から2回転で体力が一気に残り2割、ボディから1回転。おっと、ゾーンが、対象のゾーンが出てきて、今3ゲージありますので、コンタミネーションがワンチャンスで3回打てますね。はい、まずコンタミネーション一発目、 2D で追撃しようと思う、もう失敗しましたね。 C 攻撃が刺さってしまった。さて、大将マーラ対ゾン、マーラ対ゾンなんですけど、ゾンというかマーラ側が、私の経験則でいうと、ゾンのワープの、せいで、接点を作りづらいというのが、マーラ側の苦しい展開になります。あとは、血を這う飛び道具のファントムソウル と、マーラのよく使う必殺技のゾンビじゃない、スケルトンが、潰し合いしてしまうというのがありますね。おっと、魔球をワープに逃げられて、ジャンキーコンタミネーション、はい、勝者1113。おっと、1113がプギャーしているぞ、プギャーしている。はい、まずは、ファーストヒット、トウコジンさんが取りました。おっと、ジャン 2A から投げようとしたが失敗した。オークは、なんとかこの硬いサンドラを崩していきたい。おっと、タリスマンの攻撃判定がうまく対応しましたね。ジャンディ、ジャンディ、踊り上がりから昇竜、はい、2B がガードされてましたね。シールドバッシュでしょうか。おっと、縄上がり召喚から、お、タリスマン刺さってない、投げて 2D で追いついてきたね。おっと、投げに対して受け身を取られたのにダウンを一致はできなかった。A 攻撃に昇竜を決めて、ジャンキーさせて、おっと、シールドでガードしながら飛び込んでいくが、相手も何もしませんでしたね。おっと、2キーを狙おうとしたが多くガードされて、おっと、体力有利を取られてサンドラの勝利。はい、次、中堅のゴムリンですね。おっと、まずは、グランドバーストですね、刺さりました。 6B 刺して、 6B 刺して、6C から、アドバンスストライクですね。6棒の 6C、 そして昇竜で削って、大将のフィーナですね。これはやはりサンドラが硬いのできつい。さ、6C から C 攻撃、ただ、反撃はできない。A 攻撃、 A 攻撃、おっと、ジャンシーが刺さった。フィーナの勝利をシールドカードで防がれて、エアリアルバースト、西マナカウンター、ボディグランドバーストガードされて、ここからどうするの。はい、投げてシールドガードで、ボディでダメージ当たりも続かない。マナカウンター、ボディ A、 おっとガードして、おっと、 6B が刺さって KO。 トウコジンさんの勝利です、おめでとうございます。はい、では、決勝戦の前に3位決定行われますので、皆さんまだお待ちになってください。よろしくお願いします。あと2兄弟で、対戦の試合できますので、よろしくお願いします。では、実況の方に戻ります。先方戦はフィーナ対、ハンマーカースですね。お互い先方戦に持ってくるには珍しいキャラ構成ですね。
で A で削って、おっと A で削って、 A で削って 5D から投げようとしたが、バーサス反動からブランディッシュ、おっと、おお、ジャスディバインジャスティスが刺さった。 A で削って、 A で削って、このハンマーカーズの 2A 削りがね、めんどくさいんですよね。これは体力有事でタイムオーバーがつで勝利ですね。はい、中堅のオークです。おっと、踊り上がれが発動してしまった。マーラ射出、ジャンシーで近づいて、アッパー兵を新攻撃で、おっと、何かしようとしたところに2回転が刺さった。 5D2A2A5DAA で、ハリケーンミキサー失敗したところに、おっと、昇竜が出なかった、 IB が出なかった、どっちだ。ブランディッシュで近づいていく、そして C アッパー兵で拒否、おっと、ブランディッシュディレイをかけた、ブランディッシュ三段で KO。 そして大将の、ゴブリンが出てきましたね。おっと、2C からの回転切りですね。おっと、壁張りからのジャンディ A 攻撃でした。中堅のラムダですね、これまたゴブリンには厳しい対戦。おっと、はい、 A 級決まりました。ただこの A 級の難点はゲージを大量に与えてしまうという点ですね。次のたあれ、あ、落としてしまいました。ただまたタリスマン、ゴブリン A 級は2度刺すといったところでしょうか。次はこちら側でゴブリン A 級食らうんじゃないでしょうか。投げて、いや、ゴブリン A 級はこのゲージを稼ぐ、ゲージと時間を稼ぐという点には非常に優秀な技ですね。マナカウンターで稼いで、ジャンディ、おっと、 A 攻撃で時間を稼いで KO。 これは大崎さんのうまいプレイング。はい、大将マーラですか。3ゲージあります。ゴブリンの壁張り付きに対して、マーラ側、一番上に張り付かれてやることありません。おっと、アーミーが刺さったがガードされます。実はこのマーラのアーミーも実は安全な技ではなくて、ガードされたら、このように、ゴブリンの、袋叩きが確定で刺さります。そして塔の本に忘れていた模様なので、マーラもパナシ厳禁です。マナカウンター、まあこの状況だとどうしますかね。自分だと魔球とか使って削るっていうのを考えるかもしれません。マナカウンターして、まあこれは体力勝ち狙いを狙ってますね。投げて間に合わない。 KO 勝ったのはマイパンさんです。おめでとうございます。はい、では決勝、はい、まず、先鋒戦は、カース対、サンダラですね。お互いの、攻撃、高い攻撃力、高い防御力を潰し合っている形になります。ちょっとジャンビーキー、エアリアル、何だったっけ、名前忘れた、飛び道具を使ってのおっと、ナーガルヘルパーから強引刺さって 2C2C アウト、刺さらなかった。おっと、 C の持ち付きを、おっと、ジャンビーから1回転、ここからおっと、 5D で近づくもハイジャンプに逃げられる。ジャンシーから AAA で刻んで、ほい、ジャンシーで、かぶせていきますね。投げて、体力的にはだいたい、カースが優位取ってますね。マナカウンター、これはカースが勝った。マナカウンターでは同点にはなりませんでしたね。同点だったら、ナーガルというか、サンダーの方がポイントで勝ってたはずな、あ、違いますね、ドローでしたね。で、中堅のナーガル対ナーガルになりました。マナカウンター、2C ボルト、 A5D、 おっと、ブロック発動、汚い昇竜、
この人本当美味しいところにブロック出ますよね。はい、あ、2回転になっちゃってボルト投げ、これは一時さんプレーニングミスってしまいましたね。はい、大将のゾンが出てきました。はい、接近して、ファントムソウル巻いて、ファントムソウル巻いて、ファントムソウルとボルトの、ボルトスローンは、互いに干渉しません。ですのでお互い、飛び道具のことを念頭に置いて、動き回らないといけません。はい、コンタミネーションさせて、おっと、マナカウンターからチョッパー、昇竜 5A で継続ダブルアップを狙おうとしたが失敗した。 5A ワープ、ワープ、ジャンキーワープ、昇竜刺さった、暴れていた、マナカウンターの、マナカウンターつってのマナカン狩りコンタミネーション、これはうまかった。そしてびっくり下段、ただ出てくるのが大将ラムダ、マナカウンター投げて 5D ですかね。おっとジャンシー、おっとエースバレーが刺さってコンタミネーション、ただもうゲージがない。おっと西井、西井勝者東古人さん優勝おめでとうございます。2位は11さんになります。この